今月は公共工事災害防止協調月間です。広島市の松井市長は来年春の開業を目指す JR 広島駅新ビルの工事現場を視察しました。建設が進む JR 広島駅の新しいビルでは、今日も南側2階に乗り入れる路面電車の橋桁設置工事が行われています。広島市の松井市長が工事現場を視察し、担当者から長さおよそ42メートル、重さおよそ250トンの橋桁を駅ビル側に寄せる作業の説明を受けました。合わせて現場の安全管理体制についても確認しました。今から33年前の1991年3月、広島市安佐南区のアストラムライン建設現場で起きた橋桁落下事故。車11台が下敷きになるなど、15人が死亡し、8人が重軽傷を負いました。今日は公共工事災害防止協調月間の取り組みとして、工事の受注者である広島電鉄の担当者から安全宣言が出されました。公共事業でのね、こういった人災を含む事故が起こることのないようにしていただくということをお願いしたくやってきたんですけども、今日見る限りでは大丈夫だろうと。工事はあさって16日と17日の深夜から早朝にかけても行われ、橋桁が駅ビル2階に接続されます。